ジャパン、日本のすごいニュースへようこそ。今回は中国 EV の破綻と伊藤忠の EV 参入についてお話ししていきたいと思います。またしても中国の EV メーカーが倒産してしまいました。しかも今回は日本が誇る五大商社の一角である伊藤忠商事が出資していた EV メーカーということで、日本でも大きく取り上げられています。倒産したメーカーは機転汽車という企業で、創業者の陳海寅 CEO は連続起業家として成功しているとんでもないレベルで優秀な人物だったんです。日本においてもパソコンをそこそこ使う人であれば聞いたことのあるサービスを作り上げるなどガチンコの有能経営者でしたが、残念ながら事業軌道に乗せられませんでした。せっかく伊藤忠が出資したのにもかかわらず何をしているんだって気もしますが、さらに驚くべきことに、この機転汽車は総額3300億円もの莫大なお金を集め、2020年8月には評価額が200億元、日本円にしておよそ4000億円となったことで、ユニコーン企業にまで上り詰めたというとんでもない企業だったんです。それなのにもかかわらず、なんと1台も EV を生産することができずに倒産してしまったんです。ユニコーン企業とは、企業評価額が10億ドル以上で設立10年以内の非上場ベンチャーのことでして、要はとんでもないレベルの新参企業のことです。このように有能な経営者が立ち上げた企業にもかかわらず、一体機転汽車に何があったのか見ていきつつ、動画の後半では伊藤忠が EV 事業に参入したこともお伝えしていきたいと思います。このチャンネルでは日本を応援する立場から、日本や世界の興味深いニュースを中心に様々な情報をお届けしています。こちらは当チャンネルから発信した動画の代表的なものになります。こうした情報に少しでも興味のある方や日本が大好きな方は、忘れないうちにチャンネル登録お願いします。では行きましょう。機転汽車が誕生したのは中国 EV 元年と呼ばれる2014年12月のことでした。今や中国 EV 新興御三家とも呼ばれるニオとシャオペンと同年に設立されたわけですね。高級車路線の方針を取り、ビッグデータ開発とクラウドコンピューティングテクノロジーに焦点を当てた新エネルギー車、自動運転システム、自動車ネットワーキングサービスの開発を目指していました。2016年4月には初の EV となる IS6 を発表、 SUV タイプの EV であり、2018年の量産を目指すと発信していました。陳海寅 CEO は先ほどもお伝えした通り、連続起業家として成功していたため自信を持って参入してきたことでしょう。ちなみに陳海寅 CEO は自動車製造の経験が全くなかったということなんです。もともとが IT の起業家ですからね。いかに EV が内燃機関車と比較して参入しやすい事業なのかがよくわかりますね。陳氏はもともと日本とのつながりが深かったようで、日本でも複数の会社を設立していました。2000年に設立した検索サービス J ワードは2004年に GMO インターネットに売却し、2005年には中国のソフトウェア大手キングソフトとの合弁でキングソフトを設立。その後中国に帰国してネットワークセキュリティ大手360で副社長を務め、会社の知名度向上に貢献したんです。 J ワードやキングソフトなどは聞いたことがあるという方も多いのではないでしょうか。このような敏腕経営者だからこそ、その資金調達能力も極めて優れていたんです。実際に伊藤忠が機転汽車に出資をしたのは2018年8月のことでした。伊藤忠商事は出資額を明らかにしていなかったものの、報道によれば10億元、当時のレートでおよそ164億円を出資したとも言われていますが、現在ではこの頃は10億円の出資にとどまり、2019年の追加出資において140億円ほどを出していると言われています。これにより陳氏に次いで2番目の大株主となりました。伊藤忠としては EV 化により大きな変革が起きると考えたのかもしれません。
ません。特に中国 EV 市場は政府の補助金や各種政策による強引な後押しによって世界最大となっており、その中でも起点汽車は無数にある中国の新興系 EV メーカーの中でも特に有力企業の一社として注目されており、中国で最も需要の大きい SUV セグメントの EV 車両を開発していることも投資を後押しする要因だったかもしれません。伊藤忠商事はこれまで培ってきた自動車販売ビジネスのノウハウを生かして起点汽車を支援しつつ、起点汽車のデータ活用サービスや EV におけるアフターサービスのノウハウを取り入れ自社の販売網に生かしていこうとしていました。起点汽車は最終的に11回の資金調達を行い、合計で170億元およそ3300億円余りを集め、2020年8月にはユニコーン企業に上り詰め、アメリカのインテル傘下の投資部門であるインテルキャピタルなど20社ほどが出資に参加するほど大きく期待されていたんです。2019年にはトヨタが起点汽車に電動化技術を販売することで合意したり、シーメンスと工場の知能化に向けて提携、上海モーターショー2019においては IC3 という小型 EV を公開するなど精力的に動いていました。この IC3 がトヨタがかつて少量販売した小型 EV の EQ に似ているわけですが、これはボディ骨格などをトヨタが提供していたというわけですね。この時なぜトヨタが起点汽車と接近したかというと、当時社長だった豊田章男氏が中国の若者にはどのような EV が適しているのかを学ぶためという意図があったそうで、全方位戦略に向けての布石を打っていたわけですね。実際にこの動きがプラスに働いたのかというと、正直何ともではありますが、何か一つでもトヨタにとってプラスになるものがあったらいいですね。しかしその勢いに中身が伴うことはありませんでした。2018年から量産化するとしていた IS6 はついに生産されることなく、起点汽車は多額の負債と資金ショートで経営破綻し、複数の債権者が裁判所に同社の破産審査を申請することとなったと中国の複数メディアが7月5日に報じることとなりました。実は2020年8月の時点ですでに怪しい状態ではないかと報道されていました。2014年12月に設立されてから2020年まで量産車が発売されておらず、5年余りの間に100億元以上の融資を燃やしており、実質的なリターンは何も得られなかったわけです。伊藤忠などから調達した巨額の資金はというと、初モデルの研究開発、量産、その後のマーケティング業務を推進するために使われるとしながらも軌道には乗りません。生産工場は本来は2017年6月に着工し、2018年10月末に一期工場の建設を完了する予定でした。投資総額は80億元で、年間生産能力は20万台規模となるはずだったわけです。その後、国企集団傘下の企業と委託生産について話を進めることとなり、10万台の生産能力を提供してもらうはずでした。しかし起点汽車の工場建設予定地は空き地のままで、工場建設プロジェクトの主要パートナーも株主から撤退していってしまいました。さらに新たな融資にも失敗してしまい、徐々に追い詰められていってしまったんです。この時点で量産すらしていない IS6 はブランド力や認知度は既存メーカーにかなわず、製品力とコストパフォーマンスの面でも優位性がないということで、この状況を打開できる可能性はほとんどないと言われるほどになってしまったんです。そして結果的に破産につながったというわけですね。伊藤忠にとっては手痛い投資ミスとなりましたが、今回の出来事を今後に生かしていただきたいですね。というのも、実は伊藤忠は商用 EV 事業に参入することが決まっているんです。この動きは6月26日に明らかになっていまして、自動車部品世界3位のドイツの
ZF グループと組み、2026年にも積載量1トンから2トンクラスの商用 EV を国内で売り出す構想ということなんです。国産の小型 EV 商用車の価格は1000万円を超えますが、高価な電池を定額制にする新しい販売方法により、車両価格をエンジン車並みの500万円台を目指すということなんです。大手総合商社で商用 EV 事業に進出するのは伊藤忠が初めてとなりますね。商用 EV 事業を核としながら、 EV 向け充電施設の整備や車載電池の再利用とリサイクルまで一貫して展開する体制を2030年頃までに構築するということです。販売する商用 EV は宅配便などを扱う物流会社での利用を想定しているということで、 ZF の日本法人である ZF ジャパンがモーターや電池などの基幹部品を供給し、車体製造は外部の製造会社を活用するということです。バッテリーに関しては市販されている箱型の 35kWh のもの3個を搭載することで、1回の充電で航続可能距離およそ 400km となる見込みということです。特に素晴らしい点としては、やはりバッテリーのライフサイクルまでしっかりと考えている点ですね。伊藤忠は EV で使用できなくなった電池は工場などに設置して、太陽光や風力で発電した電気を貯める電力貯蔵システムで再利用し、さらに能力が劣化してきた際には廃棄する電池からしっかりとリチウム、ニッケル、コバルトなどの有価性金属を抽出してリサイクル原料として活用するということです。中国や韓国では EV バッテリーをどんどん廃棄して環境問題になっていますので、こうした点をしっかりと考えてくれているのは非常にありがたいところですね。商用 EV は日本においても十分参入する隙間があるので、優れた着眼点かもしれませんね。日本の新興エネルギー企業のパワー X も伊藤忠と ZF ジャパンとともに物流脱炭素パートナーシップを提携しておりまして、パワー X が今年の5月に発表した商用 EV 向け充電システムのハイパーチャージャー4フリートは1台あたり 358kWh のパワーユニットを13台まで連結できる拡張性を売りとしています。これにより急速充電器は48台、普通充電器であれば120台まで接続が可能なんですね。トヨタの全固体電池やバイポーラ電池しかり、じわじわと日本においてもいろいろな動きが出てきていますね。引き続き日本や世界の EV 動向は注視していきたいと思います。というわけでご視聴ありがとうございました。サブチャンネルジャパンさんのお話と、この動画のチャンネル登録、コメント、グッドマークお願いいたします。それが何よりのモチベーションになります。サブチャンネルではここでは扱えない話題やニュース、本チャンネルのコメント返信、日本のすごい観光地巡りなどしておりますので、ぜひ見に来てください。ではまた次の動画もお楽しみに。バイバイ。